工学院の場合、進研模試偏差値70以上で合格率 70% 前後。一方、偏差値60代前半だった受験生も5人に1人は合格していました。最後まで諦めずにチャレンジすることが大事です。合格者と不合格者を比較すると差がつきやすい科目は化学。ちなみに合否につながる入試の配点は個別試験750点。共通テストは第一段階選抜のみに利用されますが、例年共手得点が高かった受験生が多く合格しています。共手で得点できれば個別試験に対応する力がついていると言えるので、出願を迷う時の参考にしてください。